少した、はい、はい、どうもどうもようこそいただきました。いや、いつもあの YouTube を見ました、ね、あ、 YouTube はありがとうございます携帯で見られたんですか今日は。どう、どっか遠くから来られたんでしょ。いやいや、私ね、あの、うん、京都に住んでるんですよ。あ、京都なんですか。ええ、あの家はあの千葉県の浦安なんですけどね、うん、今はあの単身赴任で。あ、京都で。京都で。あ、そうなんですか。あ、そうなんですか。で、これから奈良へ行かれる途中でちょうど。そうなんですよ。でも私はあの京田辺市と、京田辺市ね、ここ京田辺市、京田辺縁がありますね。あ、前あの2010年から2015年まであの上海でね、ええ、京都府の上海事務所で働いて、おお、その時にその京田辺市 の、 あの市役所にね、勝谷さんっておられてね、観光課の、はい、その方が京田辺の売り込みめちゃくちゃ熱心やったんですよ。あ、そう、うん、いや、京田辺の市役所なんか何もやってませんで、観光業者何も、何も、何も、あの、俺、あの、お茶のね、民屋さん、あ、お茶、お茶会社で、お茶ばっかり、お茶ばっかり、かぐや姫の里やのにね、みんな知らんのよ。これでそのお茶売り込みに来られて、うん、そうそうそう、これでじゃあ一緒に手伝いますわいう話をする、まあ、お茶ばっかりですわ、普賢寺ですわ。そうね、続きの宮のね、普賢寺、普賢寺も行きましたね、普賢寺の続きの宮、あそこがあんた日本で最初のね、はい、国宝の、あの、そうそう、あれ、おかげました、11面千手観音像がある、知らない人多いんですよ。ほんまやね、もったいないですよ、もったいないですよ、うん、ここの歴史ほとんどないんやから、ここ飛鳥なんですよね。え、奈良の飛鳥は違うんですよ、あれは。そうでしょ、俺もあの YouTube で見れるでしょ、勉強します。もうあんなとこはあんたおかしいや、万葉集なんかね、はい、よく詳しく調べたらね、そんなもん海原なんかあらへんやん。ほんまやね、ね、万葉集の1の1、一番最初のやつですよ、ね。海原があってね、カマメが飛んどるっちゅうのやん。カモメがあんなとこに、そら、あの、武大陸時代のね、はるかもう1万年とか2万年前やったら考えられんことないけど、そうね、アスカのあの時代にですね、考えられへんやん。だいぶ勉強されてるでしょ。いや、もうあの私だから、その2010年からね、上海にいた時に、その12年か11年になる尖閣問題があったんですよ。尖閣諸島、それでね、そっからその日本の新聞テレビはね、嘘ばっかりやった。お、何も言うとおりやん、分かってきてね、マスゴミやから、ゴミや、それまではあんた日経よく読みますから、マスゴミはディープステートとかロシアルのグループやから書きおらへん、分かってても。それでそっからね、自分でこれはニュース見ないかんと言って、もうあの新聞テレビ全然信用してない、見ない。今やっとね、ぼちぼち皆さんがね、関心を持ってきてね、あの尖閣諸島がもうすごい地下資源があるんですよ、それをもう欲しいんですよ、中国は。でも、あの、そしていろいろ YouTube がいろいろね、見てたら、はい、あの先生行き着いて全部当たってるんでしょ。当たって、当たって、あんまり厳しいこと言うたらね、命がかかるからね、もうちょこちょこと出してるだけなんですけど、いや、上海、私も上海何回も行きましたよ。そうでしょ、あのそうですか、空港が近くにあって ね、 ね、で、あそこから中国いろんなとこ行きましたから、ほとんど、そうでもね、飛ぶんですよ。そうそうそう、うん、あの国際空港のところはね、あそこは便利悪いんですよ、国内線は、ね、国内線はまた、そうそう、本庁の方に、こっち来なあかんでしょ、うん、だから、あの小さい空港ですけど、 そこまで行かないと国内線のところ行かないんですよ。ちっちゃい空港だけど、今本庁の虹橋の空港めっちゃでかいでしょ。ああ、そうそう、あそこ、ね、新幹線の駅もくっついてる、ね、あるわけだ、あの昔はちっちゃかったですよ、うん、最初の向こうで行かない、でもそこまで国内線に乗る場合はこう移らないから、うん、国際空港からは国内線の平気なとこは行かない。だから、あの今速い列車がありますやん、うんうん、あんなの途中までやし、うん、途中まで。で、また力なんですよ、うんうん、タクシーがね。そう。だから私、上海のあの町の真ん中のね、安い宿で、ね、よく泊まったんですよ。そうですか、うん、いや、もうね、世界中歩かれてね。で、あそこの、あの上海のあの港の近くのところに、あの、旧満上海の繁華街があるじゃないですか、うんうんうん、あそこのね、またそのシューマイがうまいんですよ。あー、シューマイね、なんとかいうとこありませんか、あの観光客の行くところ、あそこ名前出てこない、南昌いいんですよ、小籠包、そう、小籠包、そう、ぶわーっと匂いが横取った、匂いがしてね、な、行列してはんねん、でも美味しい匂いが漂ってね、湯気がね、ぶわーっとね、もうもんもんと並んで冷めるんですよ、15分か2分ぐらい待たなかったわけ、ね、そうですよ、美味しいですよ、あそこ食べたら他の食べられん、あの辺全部歩きましたもん。もう世界中食べてます。いや、あれはね、モタクトに行った頃にも行っとるんですよ。あ、そうですか。上海、北京、それは古い長安も。
私だから NHK でも行ってないんです。1989年一番最初社会に入ったんです。それがずっと中国と関係あってね、都合15年中国で駐在してて、それで日本へ帰ってきて、あ、そりゃすごいわ。それで2010年から15年、京都府の縁があって、はい、でまあ、日中友好のね、そう、それがあった。え、日中友好でどこですか。いや、上海とか上海だから、まあ、京都府の仕事やけども、京都府はほら西安とか姉妹都市。そうですよ、姉妹都市。うん、でもう空海の西安清流寺とかね、そうそうずっと行って、な、私と一緒に行ったんじゃん。そ、あ、向こうのね、飛行機を使ってね、京都の日中友好協会の団体でね、行ったんですよ。私その時取材に行って、カメラマンで取材に行ったんですよ。そうなんですか。随行取材で。いやさ、こんなアリフレックスのね、こんなズームのレンズだしね、まだ不要な時代、DR のギャーギャーギャーと前で、ギャーとギャー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 と待って、ギャーと前でね。すごいね。で、あの時はフィルムやから、うん、中撮る場合と外撮る場合とフィルム変えないか、うん、感度がアーサー400とかアーサー100やから、ね、うん、今みたいにこんなビデオみたいに、ね、ね、暗いところで映らない、ね、照明つけてやね、照明のバッテリー担いでしょ、ってかもう一台カメラ、また別のカメラ持って外撮る場合と中撮る場合と、それ世界中やもんね。もうその時にね、あれね、もう未だに忘れないわ。もう防寒具持って行ってね、一番2月の寒い時で零下20度そうね。でカメラも動かなくなる、ね、体感処理して中を、あ、ほら入れ替えて、電池も回らへんでしょ、回らへん、体感処理して、ね、行きましたよ。大丈夫だから、あの時はすごかった。まだモータクトがおった頃ですから、4人組がおった頃です。その頃はさすが行ってないですよね。でそれね、香港経由でなかったら絶対入れないの。あそこでビザ取ってたの。そうそう、そこから入らんとダメなんです、うん、大変なんです。香港やったら、ね、また車で走ってまたそこから公衆飛行場まで行かないか、そう、そういう時代やったんですそうやね。それがやね、あ、懐かしい、JAL のチャーター便をやりよったんですよ。で北京へすぐ行く予定やったんやけど、その日北京がやね、雪降ってね、着陸できない。だから急遽上海に降りたんですよ。で上海の空港の近くで一泊して、下品館で、あの日光の日光のホテルでしょ、日光ホテル、日光ホテル、いや、そんないいのなかった時代、ね、もうとんでもない、もう食事も食べられない、うん、もう香辛料がきつくって、で明くる日にもう、北京空港はね、もう総動員してね、もう日本から友好団がもう来ると、JAL の息来るわけやから、初めて飛んできたんです。北京に初めて到着した一便ですわ。すごい、ね、でもう朝からね、もうみんな整備してね、着陸できるように体制整えますって言うてね、もうでも VIP 扱いですやんか超 VIP やね。ほんでマイクロバス、5台ほど連れて数百人行ったわけです、一機で、まあね、だから全部もうノンストップ、もう信号も全部もう警察官が張り付いて、バーッと信号変えてね、ブワーッと。その頃のね、天安門の広場のあの広いところそうそう、びっくりしましたね。自転車ばっかりですよ。そう朝の時間帯になる信号があってね、ボン自転車がずらーっと並んで ね、 ね、あの広い通りがね、自転車がブワーッと行くんです。考えられないですよ、もう考えられん、ほんと。ああ、そう、1990年までそんなんですよ、自転車ですよ。そう、貧しかったらテレビなんかほとんどあらへんし ね、 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 ね、でテレビ局のはできた直後でね、テレビ局のカメラマンとスタッフがビタッと疲れて ね、 ね、でここを撮ったらいいから、ここを撮れ、そうそう、絶対撮らせて、絶対もうわかんない、全部してるから住宅街行ってもコケコッコがおりますやんか、それはあれさ、友好のために来られたわけですからみんなこっちの方を撮ってくださいで、ここのマンションのここを撮れ、ここの家はバイオリンを弾いてるんですと、でバイオリン弾きよるわけや、これを撮ってくださいっていうね、面白いな。で中国ではね、手作りが、中国では女性が台所だからやるんでなしに、男性も一緒にね、料理を作ってるんですと、ここね、それを撮ってくださいいいところばっかりを撮らされたよ。あれね、上海行くとね、男の方は料理うまいんですよ。だから家のパパが全部料理作る。あ、やっぱそれがあるんでしょうね、夫婦一緒に料理してるところを撮れっていうわけ。そう、それはもうね、いいところばっかり見てきた、それはもうすごい、それ見たらね、日本よりも素晴らしい国やなと思いますよ。それが今、その精神が日本に追いつけ追い越せ、外国に追いつけ追い越せ、今なったんですよ。もうアメリカよりも上になりましたよ、コンピューターの分野やったら。もう向こうがもうあれやね、ファーウェイか、ファーウェイとかね、進んでますやん。
もうあのお金も全部これピッピで全部払えるし、ね、そうそう日本に進んでますよ電子決済です。車でもね、もう当時あの後で今から15年ほど前に10いやもっと前かな、あの20年ぐらい前に行った時に、ね、単車がね、ガソリンと違うんですよ。バッテリーで動いとるんですよ。電気バイク。その長安ですよ、あの田舎の長安。電気で動いとんね、はい、でこう街歩いてますやんか。でおあの横断しようかな思ったらな、音がしてないんで、うわもう衝突するようになりましたよ。危ないですよ、危ないですよ、あれ音しない、音なしや、音なしや今のあの乗用車のあれと一緒そうそう、電気自動車、電気自動車あれでも今ちょっと音出るようにしたんだよ、あれね、無理ね、うん、したるから分かるけど出なかったらね、こうやってボーンと、うわっ音なしで来るんやもん、ほんまはすごいスピードで衝突するようになったんですよ、落葉で。あの時の、ね、あの時の落葉なんかまだ何もなかったんですよ。何もなかったな。でも落葉はね、落葉はないな、落葉はあの藤原京と同じような条理線になってるのかな。そう、こっちがね、あの通り作ったんですよ、多分。で、五番の目のようになってるのまだ学びまして、はい、今のあの橿原神宮のね、あそこね、五番の目になってない、発掘で。ラグヨ行ったんですよ。ラグヨの、ね、中心街は確かに公園があって、こういうふうな五番の目のようにその一部だけですよ。東部のところはそんなになってない、うん、おかしいな私は学んだよ、ラグヨのあれをね、平安京のあの条理線、平城京のね条理線になったと言われてるのに ね、なってないのよ。行ったらもうこう天道寺かなんかあるでしょ。天道寺かなんかありますわ。なんかラグヨにね、ラグヨに、あ、そう、天道寺の忍法の方、忍法、あれは比叡山の最長に行ったところ、最長に行ったところ、空海は長安へ行っちゃう、長安行っただから空海の方がええとこ行っとる、清流寺、清流寺全然違うのよ、最長と空海は同じね、真言宗でも。だからそこまで行きましたよ、私。だからそんなもんね、 NHK だろうが誰だろうが、そんなもん誰も行ってない頃に、私もうそっからも中国行っとった。ほんまね、僕はずっと YouTube で見てんですけど、すごいですよ。ほんでね、ついに今朝ね、あの一番最新バージョン出たでしょ、天皇の話の。おちょっとやばいな。あれね、調子に乗りすぎたんや。10分で迫力があってね、でしょ、あれ見ててね、もうこれ買いに行かなあかん、ちょうど7時そうなん、10分がね、しゃべろう思ったらね、あのもう出まかせに行けるわけですよ、ブワーッと言うから、それを30分、40分だったらね、ちょっと下調べをしてね。この本の無料を出して、時間かかるわけや。30分アドリブでなかなか喋られへんからね。いや、あれとね、それの方が人気、ね、いや、もう、そうだそうですよ。書き込みもうなったんや。やっぱりね、30分長いですよ。見てる間がないね、みんな忙しい。あれね、1.5 倍とか倍速ぐらいにして、そう聞くんですよ。あれできるらしいね、できますね、早く喋るやつね。あの早く聞くときはあの調整できるんですよ。できるらしいね、速度、うん、だからもう早く聞いて、そうこれも頭にバーッと立て込んで、大体だけど私もね、最近お寺まあ様子見ですよ、空海とかね、なんか大好きやって、ほいであちこち行ってんですけど、ほいで歴史をずっと掘り返してくると、でも神社もね、あの神仏150箇所とかね、山城11箇所、西国33箇所、これ全部回ってるんですよ。みんなあんま知らんねん、前だよ。ええとこやけど、山城、そう、ここがいっぱいあるんですよ。ここがね、まさにね、もののべの来た場所、富でしょ、ね、そうでしょ。そかその後に神武もここへ私来てるって言って、で、もののべから神武に位移ったわけや、そうそうそう、ビンビンビンとね、この三味線みたいなやつで、ね、で、それのまたね、それ喋っとったらね、その朝で作った糸のあれ作っとるわけ、それを私作ってるんですって電話かかってきて ね、まあ、あのもうちょっとしたら行きますから、そうですか、いろんな人がね、そうですよ、ここに集まってくるんです、集まってくるんです、すごいですよ、これもういいこの集客力ね、私が何も読んでなくても、言ってるやつに感銘されて尺八を持ってきていただいたりね、絵本のあのルイゴさん、この間も、あの書いていただいて、ここには展示あるんで、そこにも、まあ、それ見ていただいたり、右ね、竹取物語の竹取物語ね、あれの本がね、あのアップで写しとったんで、久しぶりに、ほなそれでもう注文来ましたから、そうですか、2人、いや あの本が欲しい言うて、やっぱり竹取り打つの沖縄ね、いや竹取り物語、あれ宇宙のね、月と関係ありますよ、はい、関係あるんですよ、宇宙人ですよ、あれ、そうそれね、宇宙人だから空海知ってたんや、もうね、1年半ぐらい前ね、こうずっと見ててもね、半信半疑やって、あるよね、この2年間お寺ずっと回り出してね、いや、やっぱりこういうふうにさ言ってるから正しいと、だんだん思い出して、そう、みんなそう言うてくれる、最近では信じですよ、みんな信じてもらえるようになってきたんですよ、ほんま
で今何を仕事したん？いやだから今もね、その京都の仕事もあるし、もともと私オムロンなんですよ。あ、すごいですやんか。で駐在しててね、通算15年も駐在してね、やっぱ、まあ、どこ行ったっていいとこ悪いとこあるんですけど、やっぱ中国もいいところあるし、そうで、まあ、日本もね、国民全部悪いわけないから、そうです。でこれはなんかこう自分のこの生きてきたね、あれでなんか役に立つことやれるんちゃうかと、それで京都に、千葉に戻らんと京都に立てこもってですね、5年間ずっとやってきた。でそれはあの今も、まあ、日中ね友好の関係とか事業をねやろうと言って、今の中国の上海の会社のね日本支社があって、そこの会社のちょっと代表の前の人辞めるから、あと引き受けてくれ言うから分かった。今あの御門は京都駅前にあれが本社になるんですかね。あれ本社ね、作りましたね。あれ本社やね。本社ですよ。いやあそこの場所は、ね、前は昔はあの奥の方のね。そう我々社長も知ってますね。やんか KBS におったから。あ、そうなんですか。番組作ってたディレクターで。社長って今の社長。今前の社長。今山田さんで健康危機の社長。前のあの立石吉尾さん。京セラの社長も知ってるしね。でも向こうはもう覚えてはれんと思うけど。あれほとんどのスタジオに来ていただいたりするのに仕事してましたから。それでその今日もね、あの奈良日中友好協会、鑑真文化協会とかあってね、それがまた私の高校の同期が事務局やっててね、事務局長、で藤原お前ね、たまに京都一緒やないかと声言うから行くんです、参加しに。あの鑑真がね日本に来た時もね、何回となしにね、あの出発したんだけど呼び戻されて、そうなんです、結局行けなかった、でどっかですか。あれちょうどあの中国のあの、遣唐使で行ったあの人の世話になって、一緒に帰ることになったんやけど、その人はね漂流してしまって、鑑真の船は日本にたどり着いた、その人の船は船が火事が折れて、ベトナムまで流されてしまった。でベトナムで襲撃に遭うて、なんとか中国のまたあの都に戻れた、戻れたんやけど、もう帰ってこれず向こうでもう一生遂げられた。それがね、あの安倍生命、安倍の生命、一緒に帰ってきた、あの人の世話で鑑真が日本に来れたのも、あの人が連れて帰ってきた。安倍の生命の安倍の仲間、安倍の仲間これ事実。そうそう、あれじゃ仲間の安倍の仲間のベトナムまで流されちまったその時に。そうだね。それがね、またあの女性、あのあれ誰やな、楊貴妃、あの人が楊貴妃をね日本へ連れてきたと、連れてきたんです、連れてきた、送り出したんですよ。本来はあの戦いで死んでたんですよ。殺されることになってるのが身代わりになってた、で、あの安倍の仲間によって日本に送り返された、で、日本の、 あの、出雲の方のあそこで墓あるでしょ。いや、お忙しいじゃないです。あるんですよ。あるんですか。日本に来て出雲ですか。出雲の近くの山口県のなんとか寺のところにね、楊貴妃の墓があるんです、それ行かないかな思って、忙しいから行く場がないんですけど、ものすごく関係ある。鑑真もすごい、空海も直接関係してるし、時代は違ってても。これね、小泉さんね、もう一人あの絵学を言ってしてます。絵学、知恵の絵にあの学を言って、難しい字書くんですけど、その絵学を言う人がね、これまたあの中国ではね、もちろん有名なんですよ。日本人の僧なんですけど、あの嵯峨天皇の皇后さんで、あの立花家から出てるんですね、嵯峨天皇の皇后が、絶世の美人だったと。この人が平安初期に、嵯峨天皇の立花、その人がその禅宗をね、えらい気に入ったかを信心したいということで、慈恵という有名な坊さんを日本に呼んできてね、でそのいや始めたんです、禅宗を。だけどその平安時代の最初頃ね、禅宗って全然広まらなくて、その偉い中国の坊さんは2年で帰っちゃって、その時にあの向こう行って招聘したり、一緒について送り戻したり、何回か行ってるのが江学という日本の坊さんで、立花皇后がね、いや江学ちょっと禅宗お前もっと勉強して、って五台山に送り返して、送っていって、中国のね五台山、そこで修行してね、あの2年か3年がほいで帰ろうとしたんですけど、その途中でね観音像をあのもらって、五台山で、それ持ち帰ろうとしたんだけど、そんな持って帰れへんよ。
いや持ってかないかね、あの3回これは心配したらしいんですよ。ほいで嵐に会うとかね、帰れないと、はい、その絵学さんがそのこの観音はもう帰りたくないと言ってるということで、あそのあのそれこそ忍法の沖に修山って船の病であって浮動山になりますね、島があります、あ仏教の聖地、そうそう聖地、日本の向いとんのその観音さんが、そのね、でかいやつや、見に行きましたよ、あそこの島に最初にお寺を作ったのがその絵学、あそうなん、そうなんですよ、あなんかそれらしいことあったかもしれない、日本の方向いとんね、そのでっかい観音さんが、そう行きましたもん、そこだから絵学がそこにもうね、はい、観音さんと一緒にいて、一番最初のあの島に浮動山に観音さんのお寺開いて禅宗の、それが今も脈々と残ってて、ああります、最近ねその中国の浙江省の大学の先生がね、はい、それをすごいと、ね、肝心は日本へ行ってね、苦難の旅で中国人知らんやろね、それいや観光客来てますよ、上海からもう直行便があんねん、ね、船のそうですか、ピストン運転したの、ほいでね、あのその上海から、上海から船が、でね、その李さん言うんですよ、李教授、ああその人がね、はい、あの博物館作ったの、自分で資材を言って、そこの場所にそこのレンゲ島いうちっちゃい島に、ほいでね、なんか私、縁でね、うん、いや、この日本でそういうあの絵学を、あのその立花皇后はあの断理言うらしいんですよ、断理、あの亡くなったかなんかの後に、ほいでね、断林皇后で、はい、呼ばれてて、はい、でこの関係あるから藤原さんね、この絵学のこういうね日本の関係のやつをねつないでくれいう話が聞いちゃう、これ半年ぐらい日中の架け橋の役目されてるんや、いやほいで最近仏教ついてきてるやん、ほいでねそのいろいろ調べたの私も、あのウィキペディアとかね、はい、ほしたら天龍寺のあるところがもともと断林寺というでかい寺があった、はあ、けども誰もほら守らないから、その天龍寺は京都の天龍寺、天龍寺の中にあるんですか、いや中にそのそあの土地そのものがもともと断林寺、あそうなん、うん、それは私京都で長いこともう数十年取材しとるけど そんな初めて聞きますわ、そのだんだん衰退してその後に、あの有名なあのなんとか和尚があそこの天龍寺開いた、天龍寺、うん、でそのその一番最初に禅宗を開いたのは断林寺やということを知ってたんですよ、だけど旦那もね信者も誰もいないし、もう天皇家もあんまりやんないから、それでねもうあの40年か何前にもう閉めるとお寺断林寺、はい、ちっちゃいの残ってて、それを古道具屋さんが買い取ってまた別のところにね断林寺作ってるんです、あの同じ嵯峨野にあるんですか、今の嵯峨野の天龍寺がその人が作らはった元か、その元がそうなんです、その断林寺、それでその今はその形が残ってるのは嵯峨野の奥にあるんですよ、で嵯峨野の奥でなの、嵯峨野の奥いうか、うん、なんとかいう有名なあの、うん、上社工事とかありますでしょ、 あの近くにあるんですよ、あそうなん、断林寺、これそこがねやっぱり真言宗のお寺になってるんです、空海、空海やそれはもうあの全部関係あるんだ、空海はね、嵯峨天皇に慕われてる、そうでしょ、だから私は空海とね嵯峨天皇は兄弟言ってるんですよ、あそうなんですか、弘法大師空海はね桓武天皇の子供の可能性があるんですよ、お母さんがやね、その柚月の君でありね、そうね、原始キリスト教の信者、そうそうそう、で中央に入ってはったわけや、皇居の中 で儀式をする最初の役目をしてはった人なんです、ね、すごい役目ということは、だから全部つながってるんですよ、絵学も全部ね、だからね嵯峨天皇に慕われたんや、だから高野山いただいたの、嵯峨天皇ですよ、そうだね、で嵯峨天皇の兄弟のあれだりやな、あの若い、兄弟いますやん、嵯峨天皇の、ああそうそう、兄弟ね兄弟が次の次のぐらいの天皇になったんですか、その奥さんとのあれを世話したのも空海であったり ねだ空海の空海はすごいつながりますよ、あれね、あの多分ブッダ、キリスト、全部この3人はね、聖人として特別の使命を持って生まれてきてますね、だから空海全部勉強したわけやから、あの奈良時代にね、キリスト教、原始キリスト教が入ってたなんて誰も信じないですよ、信じないね、言うてても、あいつ何言ったら頭おかしなったからとか言われてます、だって今の浄土真宗ね、みんなキリスト教や言うって言うんですよ、そう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 、隠れ純な神道や、ね、純な神道やったかな、嵯峨天皇の弟さん、弟ね、兄弟、あ、純奈、純奈って言うのや、それが深く関わってる、だから
兄弟やったからね、あの、うん、あの佐賀天皇のいた、うん、あれ大覚寺を任されたわけですよ、うん、あそこのね、そう今は別荘、別荘やもんね。で反乱が起こりましたね、うん、前の、平成天皇がね謀反を起こした時あったでしょ、あれを治めたのもね、クスコの辺、空海ですよ、空海が山の奥へ入ってね、その真言密教ばっかとやったからね、治まったんですよ、ね、すごいわ、すごい人ですよ、あの人、それ全部ここに書いてますね、今日求めていただいて、このこれ一冊でいいでしょ、2万6000円でいいんですか、2万6000円、いやまだまだありますよ、これで第6巻も予約しました、あ予約してたよ、もう先生迫力なわけで、それがね12月21日にね発売書いてたんですよ、1月12日それ昨日見たらね、うん、1月の12日に変わっとるんですよ、変わってますね、でね、あのアマゾンのランクがね横田台になってるんですよ、おかしいな、横田台に、え、あったあったあった、ああ、いや、お金どこへ隠したかもね、1万円さんの何回、2万6000円ですか、2万6000円すいません、ありがとうございます、でもご尽力の、まだいろいろあるんですよ、また他のまた、ね、まだ買い求めていただいたら、とりあえずこれ読むのが大変です、そうそう、これ読むのが大変いや、これ読んでいただいたらね、もう私のもう先生になりますわ、間違いを正してください、はい、ええ、もうそこまでやってはった私以上にも勉強されてるところだから、これだからね、あのすごい人がね、お坊さんね、神道仏教をやってる人たちがね、この小遊三もやったら、これあの本、本あ、これも出てますんでね、アマゾンから、あ、これも出ない、アマゾンね、ああ、ヒカルランド、ヒカルランド、ええ本出しますよね、最近ヒカルランドしかもう読む本ないですわ、うまいね、他は嘘ばっかり、あかんねえ、もう嘘、他の出版社嘘ばっかり書いてある、ここの社長よう持ってますよね、いや、ここの社長は徳間書店ですやん、徳間だから徳間ね、なんとか文化、五次元文化に、徳間でも活躍してはったんや、今の石井社長は、うん、ヒカルランドの、だからいいんですよ、うん、すごいんですよ、で、ここ行きはったんや、小泉さん、この本もね、うん、この本も出したんやと、とにかくあんたの本が、で全部あんたの本を買うと、うん、5万円、5万何千円の本買わはりました、うん、ここに来て、スタッフと一緒に、うん、で、とにかく出来上がった本が、出来上がった本がここの、かぐや姫のこの本なの、この本、うん、これが、これね、これ出来上がった、で私ちょっと書いてる間がないのであのこの本をちょっとリライトするなりして、また最終的にチェックしますから言って出したのがこれな、忙しくてそんなしてるもんなかった、この本だ、これはまた飛ぶように売れと、あ、そうなんですか、もう大変だよこれ、センセーションじゃないよね、センセーションで、今度シリーズのね、このログね、うんうん、これが今よけた台のランクで入ったよ、うん、よけた台のランクあったすごいですよ、アマゾンの、そうですか、だからこれはあれは年内に、年内に作る本がもう予約全部売れたんやと思いますわ、そうやね、だから第2回目ですよね、21日に発送でしょ、うん、ということは21日にアマゾンが大量にそんなもん注文来たら、その年内に発送できひんならアマゾンのもう失態になりますよ、だから今の予約はね1月12日変わったん、変わりました、それせんと間に合わへんやけ、印刷がもう多分せやと思う、うん、すごいわ、すごい、なんか12月はよく、ね、いやもうすごい、でも時代これはみんな読んでいただいたらね、そのシリーズを読んでいただ、うん、今日はちょっと持ってきたらいいんですけど、時代変わりますよ、いや、トランプが当選するから、うまいね、時代変わります、時代変わるわ、もうね、今までもうトップも変わりますよ、古い人全然ダメですよ、トップ変わりますよ、そうやろね、トップ変わったら世界変わりますから、世界の頂点にいる人が変わる可能性がある、ね、イギリスのあの、ね、あれみたいに、うん、もう無血解除みたいな、うまいね、そんなならんように、もうあのあれですよ、それは悪いことばっかりしてたんやから、そうでしょ、思ってはるでしょ、みんなそう思ってるんですよ、でも声出せないんですよ、やばいから、そう、毒殺されるからそう、私はもうそれ覚悟でもう今はもうやってるから、だけどね、明治維新以降のね、そうなんですよ、あれは最近いっぱい出てきましたよ、だけどそういう、出た、もうまたその反対の意見が出てきたよ、そんなんなかったと、それはまあそう言いたいから、ね、それがもう莫大な金を使ってやった、ね、だから分からへんって聞いたよ、みんな知ってはんだけど分からへんって言った、でも最近あの敵側はね、金なくなってきてますね、うん、あ、そうですか、あの YouTube のね宣伝見てたらねもう怪しいのばっかりですよ、1日8万あれ全部ね、もう最後長きでね、騙し取ろうという作戦やと僕は見てる、ああでしょうな、あれひどいですよ、いや、カードの世界もややこしいですよ、カード世界もややこしいですよ、もうみんな抜かれてますよ、まあね、クレジットカードとかないから、もう私のもうあれもね、もうメール送ってくるんだよ、カードの番号が正しいかどうか調べてくださいって悪用しとるわけや、ほんまや、せやけど最後のあれは
できんもんな、うん、最後のやつは名前とか何やかんやが、うん、住所が違うから送られへんから、うん、まあ、そのうちカード会社は潰れたら、まあ、カードは潰れますよ、借金ボーになってハッピーですよ、うん、俺はカードをカードやめましたもんね、え、うん、まあそんなことでね、すいませんね、ありがとうございます、お忙しいところ来ていただいて、はいはい、ありがとうございます、はい、どうもどうも、まだまだお越しくださいね、おう、まだおいでください、お話しして、もういろいろお話ししたいわ、ほんまね、いや、この間来ていただいた、山城にいらっしゃるね、うん、あれ、誰だった、名前誰やったかな、甘えさん、ちゃうわ、なんとかいさん、その人がね、はい、勝さんの例のあの人を立てると、中井さん、中井さん、中井天山さん、天山さん、ご存知だって YouTube で見ました。いや、あの人すごい人なんですよ、実を言うと。多分皇室も詳しいし、あの大学の重要人物も知ってるし、ね、神社関係も詳しい、神社関係も、ね、仏教関係も全部やった人、うん、で話が内容がもうきっちりとしてはるから、うん、そうやね、全然違う、その人は勝さんがもう本来の天皇になるべきやんって言った、うん、そうそうそう、なるなるで、うん、なる気がしていました、私もそういうになってきたよ、うん、これやらなあかんと、これはもう、うん、だからもうこれはね、これ本でも買って多少のプラスにもなればありがとうございます、いやいや、もう それよりもこの場の話がすごいですいや、ほんま面白い読むで、あ、ありがとうございます、まだお越しください、いやいや、ありがとうございます、はい、また今日はもうなすぐ帰らはん、いや、だからその奈良交流行って、あ、そこに行って、うん、交流会って会議でいいんですよ、鑑真会議と、ああ、奈良友好協会、どこであるの、どこであるの、あ、奈良のね、近鉄奈良駅からすぐ行った公民館の中、ああ、奈良の、ああ、そうなの、そこの会場ですから、藤原が来いよと言うから、ああ、よっしゃ、まあいいわと、それはもうこれからちょっと人脈日中の架け橋を当てていただかないと、うん、なんかお、それとね、はい、これまた偶然ね、今まだ回ってるのかな、回ってる、ああ、あそこの山科で思い出したけど、山科に安勝寺ってあるんですよ、はい、この安勝寺は、佐賀天皇ちゃうんやけど、真言密教のなんか有名なのがあるって話聞いて、あそこ、お寺が、あそこのお寺がね、山間部に、大津寄りの方の山の上の方に、大津寄りじゃない、もう山下のね、駅、JR の駅のすぐ裏なんですよ、 北側ぐらい10分ぐらい、はいはい、それもそこもね、ものすごい広大な、はい、敷地だったんですよ、はい、それでその天皇が誰か忘れる、佐賀天皇じゃなくて、その前ぐらいかな、その藤原純子と書く皇后だった藤原純子、はいはい、その皇后のお寺だったんですよ、でかい、これもものすごいでかかったんですけど、ああ、今安生寺ってね、はい、ちっちゃくなってるんで、はい、でこの、11月か、この1週間だけね、うん、開いてたんですよ、29日10月の29日、ああ、11月29日まで1週間、はいはい、普段は拝観してない、はい、これ、あ、これ行こう思って、日曜日29日行ってね、はい、でそこ の田村、住職、はい、説明してくださるんですよ、1回で20人ぐらいで、はい、団体ね、あ、これで予約していくんですけど、あってね、はい、これ話聞いた、そこの観音さんもね、はい、古いんですよ、これ普賢寺の観音と同じぐらい1200人、おー、すごい、そこに立ってらっしゃる、11面観音、そう、11面観音、千住ではないでしょ、千住ではない、11面観音、これでその観音さんの話をして、今回関係あるんちゃいます、おいで聞いてたら、うん、なんとそのね、駅の、お寺の後ろ側にね、はい、清流社、いう社ね、はい、清流社があると、池に囲んでちっちゃいに誇るんですよ、はあ、これなんでか言ったら、その空海が、はあ、関係あって清流寺、清流で、清安の清流と、流、あ、その関係で誰、空海のあれで作った、はあ、それでね、その話してたら今度ね、はい、私、あ、絵学いう人知ってますって言ったらね、はあ、あれ絵学、彼が中国行って持って帰ってきた3つなんかがあって、はあ、それそこに祀ってやったのよ、はあ、それもなく今はもうないの、そこにはまだあるんですか、あ、それはね、どっか他に預けたらしい、預けた、預けてやったということで、そうですか、うん、で安生寺もやっぱり空海、空海出てくるの、空海、空海関係してくるね、もう京都、奈良、滋賀はどうか知らないんだけど、もういっぱいね、だ今までね、福岡、うん、四国ばっかり言ってるでしょ、違いますね、四国はちゃうね、四国で生まれてないんだよ、分かったよ、こう書いてます、今の本に、うん、四国は修行の場所で行ったよ、一休さんと一緒、京田辺の、うん、京田辺一休さんも山城とか滋賀県、うん、修行に行ったの、うん、空海も修行で四国をぐっと回らって、ね、はあ、すごいわ、見て、はあ、だから空海の影響旅はすごいですよ、空海はすごいわ、中国どこのお寺回ってもずっと様子構造にね、はあ、大きなお寺全部は空海像を歩いて行ったんだもん、西安行くのに、ね、
でもうすごい日本のね僧侶がここ入っていったっていうのはもう現代に伝わってんのよ、はい、中国人も伝わってるんですよ。今回コンハイとみんな知ってますよ。そうなんですよ。すごいな。ほんでレイヤー化もされたからね。あんな人いないでしょ。いないな。アジア人で月まで知ったの。月の宇宙まで知ってたんやな。知ってたんですか。はあ、これ書いてあるんですか。それ書いてますよ。言ってたというか知ってた。そうなんです。宇宙のこと知ってた。だから竹取物語のかぐやを月からかぐやに来て、で竹から生まれるでしょ。輝いてくるから。これはイエス・キリストの復活ですもん。うまいね。今回お母さんがそうやもん。イエス・キリスト信者。それを物語なんか入れ込んだよ。ただ当時そんなもんがね、空海が書いたということなんかしてしもたらえらいことになるから、で竹取物語の中に隠し込んだんですよ。これが分かった。でこれも大変なことですから。だからみんな宗教一本ですわ。そうです。仏教もね、キリストもイスラムも神仏一緒ですもん。神仏一緒やん。神仏一緒やん。これだもん。ある人来られてね、はい、その神さんと仏教のことが分からないのって言わはったから、はい、いや明治の頃に分けられたんですよ。明治政府によって。あれがもうすごい日本のね宗教をもう抹殺してしまったんですって言って、やっとその人分かった意味が。それ知らないみんな。やっぱ宗教復活信徒ね、人間ダメですよ。神仏もう道徳がね。神社には必ず神宮寺があったわけですよ。でお寺はそういう教えやったわけで、今は葬式仏教に変わってるんですと言って初めて納得されました。ああ悲しいな。もうすぐ来年からは変化ですね。はいはいはい、ああもう大変だ。年内に変わります。はい、わかりました。ありがとうございました。どうもすいません。はい、お話聞きました。ありがとうございます。先生の写真室です。写真撮ろうや。写真撮りましょう。写真撮りましょう。これあの最近も友達にもね言いまくってんの。写真やよ。京田辺の先生はすごいよ。いや今日も奈良行って宣伝しようよ。どこで行きましょう。ここで行きますか。ここで行きますか。はい、ここで撮りますね。ストーブついてないからかもしれんな、うん、まあええか。いや大丈夫、私の携帯でもしとった。携帯でもついに京丹後何回かだから何回も来てるらしい。舞妓の茶とかねしょっちゅう行って、はい、自動で履くよ。これ、はいはい、舞妓の茶のあの人が知ってるとは知らない。ハドタミヤの大将亡くなったでしょ。え80何歳の前会長亡くなった。亡くなってません。いやいや、また元気ですか。いやそれは聞いてませんで。だって5年前に80何歳で。あそう。かくちゃくとさん。いや新聞読まないからね、今わからへんね。ほんで押したらストロボ発光するから。ここに出てこないよ。え、な電源切れたんじゃん。電源こう電源入ってるの。はい。どうした。はい。あんね。携帯でも。携帯。はい、はい、これがあ、これはちょうどいいですよ。これはこれ怖いですか。はい、そうですね。はい、落ちた。落ちた。落ちてんな。それを見てください。最近顔認識です。あ、落ちてますな。落ちてますな。ちょっとブレてますけどね。あ、ブレてはもうブレてる。押す瞬間がね、上がる。横がいいですか、ね、横の方がいいわ、はい、縦でもいいし、まあ、2枚取っといたらどっちが映ってるわ、はい、もうちょっとな後ろの方がいたらブラブラ映るかも、はい、緊張せずに、はい、両手で持ってやらなあかんわ。左手で持って、はい、そうそうそう、はい、手で影になってるんちゃうか、はい、大丈夫か、なってないです。携帯はね難しいんですよ。そうやね。スチールはいいけど、おちょっとロングやけどね、まあええか。おいや、はい、これまた修正します。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうも。ありがとうございました。